皆さんこんにちは、福田由美です。はい、今回はー皆さんこんにちは、そうやっちゃってるでさーしゃー。多分さ、由美さん多分小巻きが完全に言ったと思う。言っちゃいましたね、完全に。いや、今回はね、サワヤンのお二人に来ていただきます。はい、サワヤンのよろしくお願いします。来ていただきましたって、これサワヤンのそうです、僕らのお家ですね。サワヤンさんのありがとうございます。初めましてです。いや、初めましてですよね。今、お会いして、多分まだ3分ぐらいしか経ってない状態で今、カメラ待ってます。そうですね、どうですか、ちょっと初めて。いや、正直知ってくださってました。いや、もちろん知ってますし、婚約者の僕が言うのもなんなんですけど、動画で見る、マジで10倍ぐらいは綺麗。あ、本当ですか。リアルに。正直あんま期待しなかったんですよ。やめろ、怒られるわ。怒られる。マジで綺麗だなと思って、普通に。本当ですか。ありがとうございます。ちなみになんかDVD とかを拝見はされている方は、これはちょっと、そっちヤンが担当していると思う。俺担当、ヤン担当してると。ちょっとずるくんない。僕はそういうのに逃げます。そういう質問は全部僕に行く。全部逃げます。でも拝見したことはあります。あ、はい、本当ですか。やっぱりコラボするにあたってちゃんと事前に予習しておかないといけない。事前に予習。正直言うと見たのはめっちゃ前です。あー、めっちゃ前。じゃあ別に予習とかなんかそういうのでもなさそうな感じの、はい、でもちゃんと入ってます。でもなんか英雄さんすごいかわいそうでした、なんか見てて。お前そっち見たんだ。お前そっち見たんだ。なるほど。そっちってどっち。俺が見たのは、あゆみさんが確か先生っぽい感じで誰かをいじめ倒してましたね。はいはい、あー、なるほど。じゃあどちらとも見てるっていう感じなんですね、一応。はい、ごめんなさい、ちょっと。あ、よかったです。じゃあ、仲良くお会いしてるっていうことですよね。そうですね。なんで、初めましてじゃないっすね。あ、そうですね。お久しぶりみたいな感じ。いや、そうですよ、そうです。あ、それって外人の方。あ、そうですよ。完全外国人です。外国人の方で。はい、ちなみに国は、僕らウクライナです。ウクライナっていうところなんですけどね、うん、ちょっと今回聞こうと思ってるのが、はい、ちょっと外国人に聞いた営み、その日本人と外国人の営みの違いについて、はいはい、どんな感じなのっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですよ。大前提として一つ言わせていただくのは、多分、はい、僕もヤンも、うん、日本の方としかそういったことをしたことないんですよ。ただその日本の方でやるにしても、うん、多分僕らの本来のやり方があるかもしれないんで。なるほど。なんかもともとやっぱ外国人の血があるっていう本能的なものがあると思うので、そこには逆らえないんで。いや、そうです、そうですね。エミさん自身は本当にそういうの興味あるんですか。はい、私ですか。はい、ずぶずぶに興味あります。じゃあ、じゃあ答えがあります。じゃあ、じゃあ、じゃあ答えがあります。じゃあ、ちょっとやっていきたいと思います。では行こう。じゃあ、まず声の出し方って外国人とかだとなんか違うのかなって。ちょっとさ、声出したって言って僕が声出した時は、なんかおーとか言っちゃって、おー、今の妻に、うん、工場長みたいって言われました。え、どういうことですか。工場長って工場行った時に、はいはいはい、おーおーとか言うんですけど、そのおー、なるほど。だからそのおっさんみたい、いわば。え、それ気持ちよくて、おお、そうなるほど。その声じゃなくて、ちょっと伸ばす感じなんですか。おおなんか。え、その声でしょ。じゃあ、なんか、おおじゃなくて、おおみたいな。俺のイメージは、感じてる時の声。そうだ。それが、おお、そうだ。おおなんですね。外国人そうだ。いや、俺はそうだ。あ、え、去年違うかもしれない。俺絶対工場長じゃん。俺は工場長って言われた。ちなみにどんな感じ。いや、声出ないんですよね。ああ、息。あ、なるほど。もうあーもないし、おーもないし、うふみたいな。おふ。おふみたいな。エリさん、僕ら今日でこんな話全くしないから、今僕リアルにこいつ気持ち悪いなと思ってるんですよ。いや、こっちだって。工場長の方がよくない。いや、俺は工場長だ。男の人って声出るもんなんですか。確かに。でも私ちょっと外国人とかなんかおーみたいな、カモンカモンみたいな、なんかイエイイエイみたいな、煽る感じよね。そう、ヘローみたいな。それヘロー、ナイス、カモン、イエイイエイみたいな。それはエイさん、それは AV 見すぎ。エイさん、それは逆に申し訳ない。 AV 見すぎない。用もないよ。叩いたりとか、カモン、イエイイエス、オーイエス言わないよ、別に。言わない。私ごめんなさい。そうじゃないんだって。違いますよ。工場長と、工場長と、あっ、リアルは。じゃあ、日本人の、はい、AV と、はい、まあなんか、洋楽の AV とか、ありますよ、ありますよ。なんか、そっちだったら、
どっちがいいですか。あ、僕全然日本のものの方が。あ、本当ですか。それは嬉しいですね。俺洋物マジで見る。あ、そうなの。それは理由が、あの洋物の方がでもリアルな気がする。あ、早い、早くないですか、入れるまでが。ストーリーがないやつでしょ。ストーリーを読んでるでしょ、お前。確かに確かに。なんかいきなり背景、なんかちょっとなんかソファーずれてるみたいな。そうそうそう、結構。お前さ、AV の見方がさ、二十歳じゃないんだよ、お前。あの、ストーリーを求めてる二十歳いないのよ、なかなか。ストーリー求めてますから。あ、そうです。流れがあるじゃないですか。はいはいはい。ピッチもそうじゃないですか。結構、じゃあ前期とかは、あの長い方、時間かける方なんですね。あ、はい。あー、なるほど。でもちょっと自信満々なの。あ、はい、エビさん僕全員にちゃんとしますみたいな。日本人の AV と洋楽物の AV だったらどっちが好き？僕は申し訳ないんですけど、うん、ちょっと恥ずかしいですけど、はい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 、意外とアニメいっちゃうんですよ。アニメ、アニメ、あ、アニメ。ガチガチガチ。でも俺、20年生きてきたやろ、初めてのあれなんですよ。自分の奥さん以外の裸体を見るのが結構無理なんですよ。リアル生々しい感じ。そう、ちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよ。あー、アニメ、はい、でもアニメ行く、非現実的な、ちょっとエロティックなものだから、うん、要するに芸術として見てる。あー、芸術なら OK みたいな。芸術ですから、僕の場合は。でも私の夢を見たんですよね。あ、見ました、それは。あ、エミさんか、エミさんいけ、エミさんいけ、いけいけいけ。じゃあ、というのも今までの YouTube って、変な話、AV 女優さんが今までそこまでいなかったじゃないですか。あ、この人って YouTube やってるんだってなった時に、そんな寄りますそう、いや、だからそう、エミさんが出てきた時に、うん、あ、こんな人、あ、この人 AV 女優なんだと思って、うん、どんな感じのことするんだろうと思って、うんうん、これ絶対需要ないですよ、この絵。いや、だからそれで一回は見ますよ。一回は目を通す、うん。あ、こんな感じなんだと思って。ちゃんと目を見ながらね。うん、こんな感じなんだと思って。絶対やだ。今ここでチャンネル離脱したことになる。まあ一応興味はあるっていう感じ。それは最初はありましたよ、ね、それは。OK です。何の OK やろ。怖い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 。主導権は外国人さん握りたい、それとも握られたい。え、ちなみに、うん、AP さんはどうだと思います、うん、僕らが。あと、どうあってほしいですか。で、私は最初、2人は結構意外に M なんじゃないかって思ったんです。それは何ですか。見たらわかるんですよ。怖っ、うん、もうカメラの上で爆笑しますよ。多分 M なんじゃないかなって私は思うし、M であってほしいって思う。あ、じゃあ、どうですか。いや、基本リードしますよ、基本は、うん、基本リード、うん、でも、あ、来た、よしよし、基本リードします。でも、あの、攻められたい時もそれありますよ、やっぱり、やっぱその、もう相手にこう完全にこうもう体を預ける、あの、なんて言うんだろう、あの解放感がすごい好きで、もうこの人ならもう何されてもいいっていう、なんかあの瞬間がやっぱりこう時々癖になる時があって、まあ、でもまあ基本的にまあ初めてやるときとかはまあリードしますけど、まあその中でこう関係が深まっていったら、まあ相手に体預けてみようかなみたいな、まあそういうときはやっぱりまあ M になりますね。ありがとうございます。めっちゃ喋るじゃん。めっちゃ喋るよ。お前もうエミさん腕疲れてるやん。そうだよ。僕逆っすね。あ、まあパパってきたら、はいはい、しっかり受け止めて、うんうんうん、で隙を見て攻め返すみたいな、うん、ああなるほど。じゃあ相手が弱ってきたところ見て、うん、あ、弱ってきてると思ったら、はい、バッ。それ、あ、なるほど。それリードじゃない、はいはいはい、向こう攻めてるつもりなんだ、はいはいはい、向こう攻めてるつもりなんだけど、実は攻めてる俺なんだ、うん、あー、なるほどね。そう、あ、じゃあリードさせてると見せかけて、かけ、実はずっとこう毎回開示やってるだから、毎回大逆転。じゃあ理想のそういうどういうものだったりとかあります？なんか俺はこうであってほしいとか、うん、今後こういう風なことをしたいとか、そういうのあったりします？でも基本的には僕何でもしたいんで、あの、いろんなことしたいです、うん、え、例えば一番今俺はこれをやりたいっていうのあったら、うん、カメラの前に行っていただけると。僕はでも SM ホテルに行ってみたいです。あー、それはどっちにもなりたいって感じですか？いや、そこ行ったら僕はもういじめたいです。あ、
いじめたい派なんですか。はい、めちゃくちゃにしたいな。あぶねえんだよマジで。目がね、目がいってる、決まっちゃってる目してるんですけど、決まってる。私はそういう彼を見てド M にしたいと思って。なるほど、改造する、改造したくなっちゃう。そういう行動の方がいいですよね。変える方がいい。改造してきてるのを、はいはいはい、改造されてるふりして最後に改造し返すっていう。でそれを私が改造し返す。そうそうそう、でそれが楽しくなるんだよね。うん、それが楽しいですよね。うん、なんだ。俺はさ何を話してるんだろう。俺完全にエビさんに乗せられてるんだよ。みんなわかる。理想の、そうだ、あります。いや理想は特にないですけど、でも 3P してみたいんですよね。あー 3P やったことないんですよ。あ、ないんですね。賛否したことなくて。はい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 、はい。女性2で、うん、お前が1人なのか、男2で、女性1人なのか。いや、女性2だね。あー、うん、はい。欲張りなクソガキだな、お前。男もう1人いらん。俺1人十分。うん、まあ、これがどうなんですか。まあ、集中力がやっぱ、どっちにも行くのがちょっと大変ですよね。うん、そっか、同時進行させなきゃいけないから。そう、自分はもうなんか、撮影とかなんで、はい、平等に、あの、しゃぶらなきゃいけない。そっかそっかそっか。急にダイレクト。いや、そっか。ダイレクト、急に。エミさんが絶対ちょっと温めたでしょ、ちっこしゃぶらなきゃいけないって発言。ちゃんと時間を数えながらやってるので、そこまで集中力が、やっぱプライベートだったらいいかもしれないですけど。ラーメンの一覧みたいな感じなの。30、こちらのお客様対応してよ、次こちらのラーメンを提案します。いや、でもそういうことっすよ。でもそうなんですよ。相当練習積まないと。そうそう。ちょっとまあ募集みたいな感じ。いやいや、もう本当に全然もう僕は準備できてるんで。なんでエミさんのチャンネルでお前3人で募集するの。できたらまた本当に強いんで。ふざけんな。毛はありなしです。ああ、もうこれは、はいはいはい、あの外国ではない方がいいです。あ、ですよね、うん、ここにじゃあずっと住んでてどうですか。今ありなしの女性は。あ、僕は外国人さんはそうだけど、うん、ありでも別に嫌じゃないけど、うん、なしの方が嬉しいです。あ、全然嬉しいです。それはなんか理由は自分がそうだから。なんかあんま確認 してないからあんまよくわからない。ああ、まあ一応なんでリアつくんだよ、気持ち悪い。なんでお前この後こういう。あ、じゃあラスト1個。はい、じゃあみんないくつぐらいでファーストキスってするの。あ、外国人がですか。あ、外国はでも早い。で、僕らめっちゃ遅いです。僕ら遅いですよ、2人とも。え、僕大学1年とか。あ、僕大学入る直前とかです。だからほぼ同じぐらい。あ、結構ちょっと遅めな感じ。そうなんです。単純に高校時代僕らめっちゃハードにやってたんで、うん、バスケ部だバスケ部で、あ、中とかそのエッチとかしてる暇がなさすぎて本当にないんですか。マジでないんです。マジで休みがないんで。じゃ、女性からのアピールはその時は来てたんですよ、一応。あった。俺は全然あったけど。俺は全然はなかった。うん、でも、うん、もう今は絶対ダメだ。もうそこ行ったらダメになるって思って。あ、じゃあ来たらやってた。絶対。あ、そう。何や、だから急に俺に怖い。来たらやってた。急に俺に。バスケの部活の時に女の子がアプローチが来てたら。なんか本当にタイプじゃないとやれないんですよ。おお、そうなんですね。体、顔、うん、で性格も相当タイプじゃないと、うん、その一線越えれないんですよ、僕。あ、いや、僕、あの、だから愛がない僕無理なんですよ。いや、愛はあるよ。いや、まだちょっとだ考えが違うんですよ、僕と。あ、やっぱ違うんですね。ちょっと生意気ですね。うん、ちょっとさすがに。だけど、近くしばかれんの俺、はい、じゃあこんな感じで、はい、それはそれ楽しみだな。じゃあ外国人さんの、ちょっと待って、これで終わるの、これ。事情はこんな感じっていうことが分かりました。結構 はっきりしました。いや、結構はっきり。でもなんかやっぱサーさんやさん結構やっぱ違ったりとかするし、うん、まあ そうですね、それがやっぱあの、でも外国人さんはこういうのだなっていうのも知れたと思うし、はいはい、皆さんなんか今後ね、もしもなんかあの外国人さんとちょっと関係あるよっていう人は、まあ、僕らも参考にして見てください。はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。なんか面白いですね。なんか面白い。